い、西崎あゆみ役の井上春菜です。本日はオフショットを撮っていきたいと思います。それではちょっと覗いてみますね。出演者さんたちが今日はたくさんいらっしゃいます。ちょっと怪しい場所での撮影です。ちょっとお話伺っていきたいと思います。さん少しいいですか。あ、逃げちゃう、人探しで、はい、そこを追いかけるシーンを撮ってたんですけど、はい、バスケットボールを使って撮りました。結構そのシーンが大変、アクロバティックな感じで、なんか連携プレーが必要だったんで、いろいろ考えながらやりました。バスケットボール部だったと。あ、はい、そうです。バスケットボール部でスミポもバスケやってたんで、2人で協力して、はい、一緒に作り上げました。2人の連携プレーがとても楽しみです。見れると思います。はい、楽しみにしておきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。髪をセットしているのはゴードン探偵ですね。ゴードンさん、今いいですよ。今日はどんな撮影をされました？今日はですね、撮影したかどうかですか、はい、今日の走りました。お、走った走った、ね、アクロバティックな感じ。はいはい、アクロバティックな、その怒りをぶつけて今こんな感じになってます。ちょっとこんな感じに怒りつぶさんの怒りがぶつかってますっていう感じです。すごい物が浮いてますけど、こんなシーン出てくるでしょうか。交互期待。レイラ役のスミポンさんにお話を聞きたいと思います。どうしたんでしょう。はい。今日もお衣装決め決めですね。ずっと一緒の衣装です。このゴーグルは何か意味があるんですか？これは傷だらけの天使っていうのをイメージした、あの探偵の、そうです、の真似しただけです。真似事です。真似子ですね。はい、かわいい。憧れが強いレイラちゃんです。本日のレイラちゃんはどんな撮影をされましたか？人にボールを投げつけました。あら、め、的中しましたか？的中しました。まあね、そのシーンもね、はい、あのこのゴードンの劇場版の中にあるので、ぜひ皆さん見てみてください。一個の見せ場です。イエーイ。バイバーイ。監督、あ、ちょっとすごい今荷物を運ぶ。ちょっとお話を聞いてもいいですか？レポーターさんですか？はい、レポーターです。すごいなんか中が可愛いですね。あ、そうなんです。ちょっと私も撮影終わりで。撮影してたんですか？はい。何のシーン？ちょっと美味しいものを食べたりとか、あのちょっと走ったりとか。ちょっと走ったりとか。ちょっと走ったりとか。お疲れ様です。今日はどうですか？今日は一応順調です。あ、順調で、はい、よかったです。ここの場所はどういうシーンに使われるんですか？ここはすごい廃墟感がすごいんですけど。そうですね、フライマックスのシーンが。あ、フライマックスのシーンで、はい、そもそも撮影が始まります。あ、じゃあちょっと、はい、急いで見守っててください。見守ってきます。ありがとうございます。島本和也役の芹沢さんが今ちょっと直前の気をせえって気づいたんじゃないですか？これは何の衣装ですか？何の衣装ですか？清掃員、何個か目かの清掃員になります。何個目か分かんないですけど、工事現場の人じゃありません。清掃員です。ついにクライマックスですね。そうですね、はい、作品としても終盤ですからね、うん、はい、すごい私熱い気持ちで作っておりました。座組一同熱い気持ちで作ってる作品になってます、はい、島本和真役の芹沢直哉でした。コアちゃんにお話を。あら、満面の笑みの今日はおしゃれな服装ですね。そうなんですよ。紫のアシラベンダーの、ラベンダーの、はい、コアちゃんに会いました。ちょっと OL 版役
服なので普段よりシャキッとしております。そうなんですね、はい、ここのシーンのクライマックスと聞きましたけど。そうなんですよ。お気持ちどうですか？とても緊張しています。緊張中ですね、はい、今日が一番緊張してます。気合入ってます。気合十分ということで、はい、めっちゃ入ってるかな。じゃあこれがすごい気になるんですけど。確かにこれは何なんだ。もともとですよね、これはスタジオの廃墟に来るの初めて。そうですね、なかなか来ることのない廃墟ですね。はい、こんな感じなんですね、はい、頑張ります。待ってください。